湖南省 u 1 3ル1 3英語、湖南は、中華人民共和国の省の一つ。省とは、調査市。略称は省。少数民族の分布北は、湖北省。東は、江生省。南は、広東省と江生地湾属自治区。西は、貴州省と重慶市に接する。長江中華流に位置し、道帝湖の南に広がるため、湖南と呼ばれる。北部は、 道帝湖平野、中部は丘陵地帯、南部は山岳地帯となっている。水稲生産が盛んで、中国の主要な米産地である。南の関東、高西領小区との間には、南霊山脈が走る。主な河川は、長江で、湖南将来を貫く河川は、道帝湖を経て、長江に流入する。道帝湖に入る、湖南省四大河川には、長江、四高、 原稿、水がある。その他の河川には、小津ら港や、昌港の支流、小水などがあり、いずれも水運に利用されている。古代は、その国があったと言われ、新能ともゆかりがあった。東大に入り、古南の名が使われ始める。1664年、新朝の下で湖南省が成立した。19世紀半ばの太平天国の乱では、 同省出身の祖国藩が将軍を率いて、鎮圧に活躍した。祖国藩だけでなく、新末の諸改革において、単ツ駆道や東西常などの人材を排出し、20世紀には、中国共産党の中心となる、毛沢東、劉少奇、古用法などを排出した。13地球、市、一時地州がある。和田政治湘南の由来とエリアを探る、その四元祖、 中国の湘南、http 書なにさん .net、wp、コンテント、アプローズ、2017、05、b q d c 5 a 3 3 7 7 2 f 0 0 F41CBE67041645、e、PDF2020 年12月5日閲覧。ありがとうございます。